こんにちは、セントウッドです。今回はクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオン版のモデオヘイム施設の侵入方法をご紹介したいと思います。まずスクワットは一切しなくていいです。では早速行ってみましょう。まずスタート時に目の前の兵士が黒い柱を越えて右側に通ったら、走って左に行って一つ目の宝箱を回収します。宝箱を回収したらすぐに走って入り口近くの青いコンテナに隠れます。次に目の前の兵士の少し後ろから奥の青いコンテナに向かい、二つ目の宝箱を回収します。回収したら一旦青いコンテナにしゃがみ、入れ替わりで来る兵士を待ちます。入れ替わりで来た目の前の兵士が入り口へ移動し始めたら、少し後ろからついていって入り口近くの青いコンテナへ移動し、そこでしゃがんでしばらくまた待ちます。目の前で二人の兵士が交差して、右側の兵士が入り口近くに立ち止まったら、走って建物の壁に沿って移動し、ドラム缶の前でしゃがみます。あとは右側の兵士が画面からいなくなったら、走って右奥の三つ目の宝箱を取り、左に曲がって四つ目の宝箱を取ります。そこからすぐ右に曲がって5つ目の宝箱を回収し、右側の入り口に入ります。これで侵入成功です。なかなか見つからずに侵入できない方は、もしよろしければ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。